初期値、大吉、アミキシで最、はい、ということで、今回も動画撮っていくるんですけども、今回はですね、え、7500達ということで、こっからマルチの方やっていきたいと思います。で、マッチングはこんな感じでしたね。ラバー、え、ンギ、ゴレ、ゴレ、ペッカ、みたいな、ペッカスケラか。みたいな感じでしたね。まあまあまあ。うーん、ちょいきつい。で、今425位ですね。うん、結構順位高いね。久々に、来れましたね。戻ってきたね。いいね。 8000まであと500。最多更新まであと500ちょいですね。頑張っていきたいと思います。残りシーズンあと8日ぐらいあるんでね。1週間ぐらいあるんで。さあ、うの。いやー、リガンれた。今日は朝一マルチなんでね、ちょっとね。朝一ってか、その待って、ペッカ来た。これはやばい。これは激熱、激熱展開すぎる。 ガチでもこれさ、ペッカかわかんないっすね。でも行っていいな。ペッカっててくるかあ、ペッカですね。来た。これやば。ガチか。ガチか。来ちゃったね。<laughs> あー、それうまいっすね、相手。これはね、もうね、これでね、無理やりね、行くしかないっすね。よいしょ。はいはいはい。オッケー で、左、キュですね。オッケーいや、ペッカはでかいな、マジで。これはやばい。唯一の神相性がいるんでね。まだちょっとだけ。ペッカ落としたら終わりですね。正直。ペッカは勝つしかない。で、ご、血ペー来るかなあ、エレキ切ってくる。マジか。エレキ切ってくるのか。さすがに切ってこないと思って。タルいっちゃったけど。うーん ここでね、2倍に入ってくれればね、問題ないんですけどね。本当はバレーに行きたいんだけど。まあ、これ、べっかけかな相手。ああですね。なるほど。マスキ許容か。なるほどね。新しいな。これは入んないですね。ここでボム置いちゃうか。うわ、そっち来るか。うまいね。 いや、これまたさっきと一緒ですね。こんな感じでやってあげるのがいいかな。多分うん。まあ、ちょっと食らっちゃうんですけど、多分これが一番いいかな。いや、一番かわかんねえや。でもまあいいと思いますね。さイブか。もう外したね。これ相手もう一枚咲かないと。うぉ、待って、タゲが、バル、バルンの方に行ってない。やば。竹 <laughs> が噛み入ってる。ええいですね。さあさあさあさこれは 手前飛ばして、確実に落としていくと。え、やば、反応バカ早いな。いかついな。これ相手ちょっとペッカーあんま、あれですね。使い慣れてないからあるね。うん。なんかそんな感じですね。オッケー、これ来た。あ、待って、なんでそんなに読まれそう。<laughs> うざいて。え、またエレキ切ってくれると。エレキ切ってくれるのマジ美味しいですね。 逆イ交渉ぐらい。ええー、ガチか。あ、なるほどね。ルート強制的な。あー、ルト強制これできるんだ。まあ、勝ちですね。オッケー。<laughs> ちょっと、まあ、ま、あ俺もあんまうまくできなかったけど。まあ、あみ合いショト。でかいね。さあ、これマジでかいな。いや、ペッカー引けんの本当にでかいぞ、ここで。<laughs> はい。で、ちょっと使い慣れてなかったっすね。ラッキーですね。そう、ペッカアイトエレッキったら基本バルン飛ばしちゃって OK で。まあ、あとはファイブは巻き込まれないように。まあ、ちょっと危なかったけどね。で、ケツペッカーに対して、ボムタワー逆サイドに置いた方がいいかもね。まあ、どうせでもど、どっちでもいいとは思うんすけど。おそらく逆サイ工場が。 基本的には来るんでね。ケツペッカに対して。ねえ、そしたら、まあ、雪玉よってば、あれ、ボムターの方寄せれるんですけど逆イ出されても。真ん中マジアチュとかで、ね、ボム処理されてね。ねえ、あと注意するのが、ボムター先置きとかすると、真ん中マジアチュで、まあ抜かれるんですよ。で、工場が突進するギリギリになってね、ザップとか打たれたら、普通に工場がね、タワーの方進んじゃうんで、 そこだけね、あの、気をつけた方がいいですね。だからさっき僕みたいに、リガーで守ったり、タルで守ったりね。まあ、あれもあんま、いいかわかんないけど。ケツペッカーに対してね、何していいかがちょっとね、まだわかんないよね。まあ、バルーン飛ばすのが一番いいかもしれないけど、 うーん。ケツペッカーに対してボム置いちゃうとやっぱ、みたいに真ん中マジャじゃくるからね。きた、格上すぎる、これは。これ買ったらやばいね。37ぐらいもらえますね、多分。もっともらえるな、8ぐらいかな。さあ、ザップ。ザップはもうラバですね、おそらく。ラバ確定。あ、違う。ミニペ。ミニペ、ザップミニペ。あ、スパーキーかな。じゃあ。 んぽいですね。このを言っていい ?OK。あ、エレキか。なるほどね。うわーエレキそこまで届くか。エレキの範囲結構広いよね。うん、スパーキーですね。スパーキー勝ちたいねー。 ああ、でもゴブスパレージだな、これ。うーん、さあ、4ワド。まずいなーゴブスパレージねーいや、ゴブジャイがバカ強いよね。ゴブジャイレージがボムターを平気で突破してくるっていう。あれマジやばいよな。<laughs> いや、ここの防衛ちょっとなんかむずいぞ。怪しいな。持ってかれそうだな、普通に。ああ、まあ、そうなるよね。 一発もらって。OK, OK, OK, まあまあ一発ならいいよ。まあ、レイジミニペンはちょっと怖いけど、一発で押さえれたのは、まあ、でかい方でしょう。で、これ、ダックプリか。そうね、あそこはちょっとね、難しいよね。どうしていいかわかんないけど。ここ2枚入ったらバールに行きたいんだけどな。いや、待てよ。これさ、相手さ、今受けなくね。ミニペン切ってて、 エレキとメガゴしかいないんでここ行っちゃっていいねメガゴくるかなオッケー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 体育肉切ったんでこれでいっていいねオッケーこれで確実に落とせるんでここの防衛ですね僕は守ったら勝ち 守ったら勝ち、守ったら勝ち。いや、頑張れ俺。俺頑張るんだ。ここ気合で守るぞ。やべえ、めっちゃ形組んでくる。いっくい、いっくい、いっくあ、ガチ、いっくい、これ。耐えたら勝ち、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 耐えたら勝ち。待て、マスク死んだ。やばい、やばい。危ねえ。よし、オッケー。 気合い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 これは気合い。これは気合い。マジで気合い。ま合い。ボムタ。オッケー。最強。来た。オッケー。来た。よし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 。これ大トロですね。オッケー。あそこでマスケ出してね。39。来た。マスケ出してメガゴとエレキどっちも咲かせたのでかいね。来た。76リーチ。よし。よし。いいぞ。頼む。行かせてくれ。一発で決めたい。うわ、ガチ。気持ちいい、今の。 今の上手くいったね。ちょっと怖かったけど、やっぱり。ミニペ一発入っちゃうのはもうしゃあないから。スパーキー一発とかミニペ一発はもうしゃあないんでね。二発目入ったら終わりなんですけど、ミニペスパーキーは。もうほぼタワ折れちゃうんでね。いや、最初の、今のちょっとミスったのは最初の、最初っていうかあれですね。 あの、めちゃめちゃち組まれた時のスケルトンですね。ダクプリに近くに出すすぎて一瞬で処理されちゃったから、あれだけちょっともったいなかったね。あそこ一回スパーキー打たせとけば、スケのダクトに出したアイゴレがね、もうちょい生きたんでね。トベーファーム来たこれ多分日本人じゃないんですよね、この人。確か。ロイかななんだろう。 うん、まあ、ゴム取りの可能性がちょっとあるんで。あロイですね、やっぱ。あ、マスケこっちから出したかったないや、ロイも勝ちたいね。できれば。サミがゴ切った。ウッドも切ってるね。ここマスケ延命したいですね。オッケーオッケーオッケー。いや、これはさすがに行く。<laughs> これはさすがに行くよ。 ライトかなるほどね。ライト、ロイジャイライトか。珍しいね。久々に見ましたね。今、雪の燃えば二2発目入ったっぽいな。もったいねこういうところだよな。もったいないのが。これ言っていいね。ああ、なるほどね。 これスケルトンがターゲー取ってくれるんで、バルー一発入りますね。OK! 押さえた。でっかいでっかい。で、右無視。できないね。<laughs> これじゃできないね。うん、アイゴリ引っ張られちゃうんで、ディガーボーイですね。あー、痛いな、マジか。 いや、でもここね、樽使っちゃダメですね。そう、これ来るんで。で、ここむずいのが、LSP 絶対追加来るんで、あの、スケートが出せないと。うん、オッケーオッケー。いや、もう許容じゃねこれ。もう許容するしかなくねあと1分耐えたら勝ちでしょ俺の。耐えるしかなくね <laughs> 耐えるしかないんじゃねここはもう。勝つために。 うーん、むずいな。よいしょ。これ多分高めのこのね、マスキがね、めっちゃ優秀。やばいな、これ。これやばいな。これやばいな。あ、やっちゃったあ、これ終わった。あ <laughs>、やっちゃった。 いや、まじか。耐えれないことやばい。あ、終わった。ガチか。耐えれないか。うわーでもまあ、しゃーないな。いやーちょっときついね。これ、後ろからこうやって組まれたら、もう、励ますね、俺は。<laughs> どうしていいかわかんないよ。うーん、厳しいなうわ、きついな いや、バカきついな。<laughs> いや、マジか。えこれ勝てそうだけどな、普通に。あとちょっとですね。ちょ、もう一回行こう。うわ、今のマジか。なんかミスったな。どこでダメだったいや、マスケ。いや、ライトニングだからさ、マスケちょっと出すのしぶりまくったんですよね。普通に後ろから出してよかったかな。でも、ライト削りされるだけだったから。 うん。え、どこミスったんだろうわかんねえな、今の。うわ、今のマジ、ど、どこミスったわかんないな。バルーンで攻めすぎたから、あそこ行かなくてよかったのかないや、あそこあんなガッツリ行かなくてよかったのか、右。いや、違うな。最初の、あれだな、雪玉だな。あそこ雪打っとけば、2発入ったっぽいから。 あともったら勝ちっぽかったしね。いや、またロイジャイだ。まあ、勝ちたいね。ロイジャイはマジ勝ちたいんだけどさ。このばあちゃんが本当に俺嫌いなんだよね。残ってるし。え、なんかやばいって。<laughs> なんかやばいって。普通に攻め方終わってるって相手。 まあまあまあいや、ここロイジャイ来てたら俺マジ終わってたくね <laughs> トリトンでも十分入っちゃうけどさ、ロイジャイ来てたら本当にやばかったね。いや、ウッド型はね、正直きついんよ。ファイブウッドはね、マスケ処理されちゃうから、結構きついっちゃきついんよね。これマザニックウザいんで逆サイ行きまーすこれ許容してきたらうざいけど、ファイブウッてくれるなら美味しい。 これ雪でカンプしたいな。できんのかないや、こういう系はできるはず。ネクロ系は。あ、一発入るかちょっと雪早かったかなうわ、勝ちたいね。さすがに勝ちたいですね。これマスキ入っていいかないやー、でもリと合わせられちゃうから、まあ、ファイブ切ってるから、むずいですね。 ガチか。それのコのさー、もうなんか本当にこいつやだな、俺。マジで嫌いですね。このカード。トリトン。トリトンじゃない、マザネク <laughs> いやー、一旦逆行こう。メガゴ切ってるから、まあまあまあ。でもこれファイブ防衛させるけど、ああ、ファイブ防衛されるけど、ファイブ使わせるってことで。 まあ入んないよね。だよね。OK, OK, OK, OK. しゃあない。ここだな。これ来るね。待てよ、これさ。これ全力防衛だな。ちょっと。<laughs> 使いすぎ。いや、でもな、ボメタらこんぐらいしないと守れないからね。ファイブを出せたいな、一回。オッケー来た。 マジ来たくね来たそれ切ったら、も、ま、うあとメガゴイしかいないんで。で、これスケで竹変えて。5打ってもこれ入るぞ。来た来たけ完璧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  !OK! 来たアスク5打たせたのでけ来たよし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 。いいっすねさあ、76リーチ。これ負けたら終わる。ラスト。にしましょう。 行くぞいや、まじかやった今の、今のめっちゃうまくいきましたね。完璧じゃないローイン対して。アス <laughs> ァイを打たせて、逆イ、まあ、あそこ打たせないとね。まあ、2周目回るのは分かってたけど、メガ5さえね、雪山で、ノックバックしちゃえば、バルマ刺されちゃあるからね。 いや、来た来た来たな、6リーチ。いや、多分ね、俺なんかね、結構、バルーン使い上がってきてるから、環境いいんかなってちょっと思ったんだけど、環境いいっていうか、良くなったのかなって思ったんですけど、多分ね、俺らが慣れてるだけだね。<laughs> 環境に慣れ出しただけだね。<noise> だってどう考えても、どれ見ても相性結構きついもん。うわ、出た、この人、あれですね、ラムですね、ラム。ラム使いだから、ペッカラムですね。 でもね、スペルが特殊だった気がする。ライトじゃなかった気がする。ファイーヤーメンじゃなかったっけな違ったっけな違ったら悲しい。オッケー。ちげえじゃん。もう、もうちげえ。もうちげえわ。雪玉飛んできたもん。マジかよ。俺の予想全然当たんないじゃん。んオッケー、これ逆ですね。あの、ラムって分かってるけど、逆さ行った方がいいね。 そう、ここで行かないとね、手札詰まっちゃうからね、どっちにしろ行くべきだなって思う、俺は。あ、そうだ、たるゆきだ。珍しい、そうだ、たるゆきだ、たるゆき。あ、待って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 、全然、マジで、ラムって何は <laughs> え、ラムとはラムライダーとは <laughs> の、もう泣きたいんですけど、ちょっと、お相手さん頼むって。え、この人ラムだったよな多分。変えたんかな 結構有名な人札じゃないこれ。違う待って、これやばい。うわ、ガチか。マジか、マジか、マジか。それ <laughs>、それマジか。ペッカ強いって。でもうこのデが持っもき構くださいと思う。マジかよ、ラム、なんだこれ。これ逆線。 ピいいク来るでしょ ?OK。エレ来たらタルユキで突破します。ファイオかなこれさすがに打ってくるかなすケすげらきそうです、ね、うん。これ何来るんだろう おっとこれなんかデッキがやばくねなにこれなんだこれマジわかんないぞ <laughs>。いや、デッキがわかんないぞ、これ。なんなんだこれ。うおドッグプリお前お前待って価値かよえ、価値かよ何してんだよいや、それダメだろちょっと待ってくれよ。え、いい、いい、いい。それいらん、それいらん、マジで、その仕事は。 いや、終わったくせぇ。だって、あっち虫だな。あのダックプリ虫時間ある、時間ある、時間ある,時間ある。オッケー、これ。来たっしょ、これ。え、来たくねえ来たくたやっと。や <laughs> <laughs> っと。やっと。え、待って、隠したすぎ、これ。7、七6いった頼むよ。20はやばいって。終わった。終わった。あ、来た。よし来た来た <laughs> 来 <laughs> たーおかん、来ましたね。オッケー、よしエルフ追いついたあ、ちょっと負けてるけど、まあいいや。てな感じで。えー、ご視聴ありがとうございました。い,いけてよかったね、76。なんかデッキやばかったね。これラムだよな、この人多分。<laughs> まあいいや、ラッキーですね。ということで、えー、これは貸しがったね。うん。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと8日、頑張りましょう。ということで、バイバイ。